それででは白く一段落スペシャルでございます私が MC を務めているグッドラックの番組の締めにやっております「白く一段落」このコロナの状況の中ですから毎回毎回いろんなエンターテインメントをテーマごとに決めてお話をしているその拡大版ですね。今回は 狂気のエンターテイメントシリーズ。でまずは小説で。シェイクスピアのベニスの承認を取り上げました。シェイクスピアはですね、若い子に勧めても多分読んでもよくわからないで。私も若い頃からロミオとジュリエットなんか読んだりね、それからあ真夏の夜の出来事だとか、 えー、ハムレットだとかね、いろいろあって。でもなんだ、なんだ、やっぱり、ね、難しいんですよ。えー、詩的な表現がこう、たくさん出てきて。だから、ストーリーを追っかけられないっていう部分がね、やっぱりあるんですね。えー、でも、チェーホフだとか、ドストエフスキーだとかね、えー、そこら辺を少しこう、読んでいくと、だん,だん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 シェイクスピアっていうのも、年とともに、えー、分かってくる部分があります。えー、で、そんな中で、私が一番好きなのは、 ベニスの商人ですね。名前は、えー、聞いたことがある方はほとんどだと思うんですけどで。これ分かりやすく言うとうんあの、ベニスの若き商人がユダヤ人の年老いたあ氷菓子に金を借りに行くと、えー、で、事業をやって、この金があったら大成功と。えー、そうすると、このユダヤ人がですね、えー、もし返せなかったら、つまり担保ですね。もし返せなかった時に、貴様の 肉体から肉を1ポンド、えー、もらうよとあでもいいですよと、えー、必ずあの成功しますからっていうと、えー、成功しないわけですよ、ねえー、で、えー、1ポンド肉をもらう果たしてその肉がもらえるかっていう裁判にこうなるんですけどで、えー、まあ,あこの、えー、若きベニスの証人を見事に救う言ってみればトンチみたいなもんですね。えー 一級産的なね、えー、あの、オチがあるんですよ、えーで。これがなかなか面白いんだけれども、えー、この話は、最近のあの、アメリカの黒人差別の問題なんかもそうだけども、えー、ユダヤ人差別につながるんじゃないか。ユダヤ人イコール悪いやつっていうイメージでこう書いてるわけですよね。えー、でユダヤ人っていうのは迫害されてきた歴史がたくさんある。えー、ですから、えー、かなり大昔であるんだけれども、 近代においてニューヨークの図書館からこのシェイクスピアの「ベニスのショーに」にこれを回収しようって裁判にもなったぐらいで今ちょうどあの名作「風とともにされる」これがなんかオンエアが中心になったみたいなねあのニュースが飛び込んできましたちょうどあの黒人の,あの差別問題でもって確かに「風と共もにさる」見るとねそういった表現はたくさん出てきます。 でもね、テーマはそこじゃないんです。時代背景がそうだったという、なぜそれがダメになるんだろうなっていうことですね。手塚治虫のジャングル大帝でも、えー、あの、原住民の描き方がね、良くないからっあれを、回収しちゃおうっていう運動が一時ありましたよね。だから今では全部あの、えー、差別的、あの、表現がっていう、注釈が本についてますよ。でも読む人が読めばね、わかるんですよ。テーマがそこじゃないっていうことは。で、親はちゃんと教える。これが教育ですから。えー、ただね、 風と友もにサリンが話題になったからちょっと話はそれますけど私は良かったなと思いますこれって風と友にサリンの興味がない人がどんな差別の映画なのかと思って見てみようって見る人がね少しは増えるはずなんですよ。そうするととねあこんんなな素晴らしい映画なんだと ああ、タイトルは聞いたことあるけど、ビビアン・リーってこんな綺麗だ。うわいい映画だなって、長い映画だけどそういう効果があるんでね。あ私は良かったなと思うんですけどで、まあ、要は、ユダヤ人に対するその迫害だと。差別だと。でも、一方で、いや、これは差別されてきたユダヤ人の魂の叫びなんだと言った人がいるんですね。で、私は本を読むだけだとね、判断がつかないんですよ。 え、差別なのか、え、魂の、え、叫びなのか。私が敬愛するアルパチーノが、え、映画で、そのユダヤ人を演じてるんですね。え、で、当然主人公はね、え、あの、ベニスの若き、え、商人なんですよ。だからやっぱりアルパチーノは食っちゃうの、裁判のシーンでもう、哀れで哀れで嫌な奴だ。嫌な奴、ひどい奴。だけど、アルパチーノはね、その嫌な奴、ひどい奴をね、 暴れに見せて、観客の感じのに用をこっちへ持ってきちゃうんですよね。ええー。まあ、あのー、本からするとちょっと違う方向にはなってくるんだけど、そうすると結局はね、あ、ユダヤ人の迫害されてきた魂の叫びなんだ、この話はって。お、え、そ、ー、らく、アルパチーノって人は、リチャードを探してっていう、えー、ドキュメンタリー映画を作ったぐらいですから、シェイクスピアに系統してるから、シェイクスピアの本質は、 ベニスの商人の本質はこっちなんだってことを見抜いての芝居だと思うんですね。えー、まあ皆さんはあ本を読んで、それでわかんない場合は、えー、あの、映画を見てください。それから、狂気の、えー、エンターテインメント、映画。えー、これは、日本昆虫期、今村昌平監督、えー、左幸子があ主人公。えー、これはですね、あの、東北の農村に生まれた、えー、娘が、 いろんなことがあって、都会に出てきて、えー、まあ、あの、売春業ですね。えー、そこにこう、体を沈めて、そこから這い上がって、売春あっせん業のどんに収まっていくという、えー。つまり、東北のね、純朴な女の子が都会に出てきてこう変わっていく、その生命力の凄さ。それから、繁殖力、えー。さらには、この、 脱皮、変化していくこの姿っていうのがまるで昆虫のようだというんで、この映画ができたのでございます。 でこの繁殖力っていうことについては、吉村実子っていう、あの、世の人スタジオの吉村真理さんの妹の、えー、いい女優さんですけども、彼女が出てくることによって、はなるほど繁殖力昆虫ってのはよくわかるなっていう、えー、だからこの映画っていうのは、えー、日本昆虫機ってついたんだっていうのがわかる、えー、見事なラストにこうなってくるんだけども、とにかくリアルなんです。毎、え、度、ーえー、言うように映画というのはドリーム、夢の世界。 え、それはもうお化けだろうがね、SF だろうが、殺人事件までもドリームにしちゃうでしょ。え、それがあの、映画の醍醐味なんですよ。だけどもこの日本昆虫期、今村昌平監督は徹底的にこのリアリティというものを重んじて、初めて見た時びっくりしたのは東北のシーンでね、え、北林谷絵とか出てるんだけど、何言ったかわかんない。農村の東北の言葉だから、一つもわかんないですよ。 何言ってるか。そこで字幕が当然入らない。本当は字幕入れないとね、筋が分かんねえよっていうぐらいね、全くあの何言ってるか分かんない。だけどね、だんだんそのね、東北の農村の凄まじさ、貧乏な農村の凄まじさっていうのは伝わってくる。要は言葉なんかいらないってことなんです。あまりにリアルだからもう自分たちがその東北の農村に暮らしてるような錯覚に陥るぐらい入り込んでくるんですね。で、そのリアルの積み重ねで最終的にどうなるかっていうと、本来の ドリームよりもさらにドリームになってるんですね。これが今村昌平のすごいこと。それから、左幸子。私は、この邦画の歴史の中で一番すごい女優は左幸子だと思っています。可、え、愛、ー、らしい役もやるんですよ。女中子みたいなね。だけど、この、えー 売春圧戦業のね、マダムにのし上がるような役目やればね、木が海峡っていう高倉健と万純が刑事者の三国連太郎が犯人のね、えー、あのー、映画があるんですけど三国連太郎が殺人機で逃げ回ってるんですよ。で、女郎なの、左幸子が。で、そこで一晩共にして、月になっちゃうの、殺人犯のこと。で、爪を切ってあげて、爪が落ちてる。それを宝物に持っていて、えー、左幸子が、その爪を、 え、見ながらもだえるってシーンがこれがすごい。こんな芝居できる人はいないですよ。えー、この左だりさちこさんに生前、えー、私のシネマラグを映画をラグにしたやつを聞いてもらって、白くさん面白かったって言われたのが私にとっては最後の勲章でございますが、えー、日本昆虫記それから、えー、歌謡曲。狂気の歌謡曲。えー、これは、えー、石狩晩歌。えー、 えー、中西霊の作詞で歌うは北原美霊、えー。で、これはですね、五名が泣いたら、二神が来ると、赤いツッポの慰安子が騒ぐ。いきなりもう何だかわからない。業界用語がどん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 出てくるんですね。えー、だからで心地がいいんです。で、これは、えー、どういうことかっていうと、石狩の海でもって二神業。 え、で、二神業で赤いツッポ、まあまあ、その作業服ですね。え、ヤンシュってのは若い種のことなんだけど、さ何べも聞くとわかるんだけども、要は二神業っていうのは、これは、爆死みたいなもんなんですね。で、大儲けできるかできないかっていうね、マグロ漁船なんかと同じですね。え、その夢を持った、え、男たちが、結局夢に破れてしまうという、え、歌なんです。 で、中西霊の何がすごいかっていうと、その、栄えた西五天だとかね、その、鳥下げ網だとか、網が、今ではもう、錆びれて、ボロボロになったっていうのを、オンボロロ、オンボロボロロ、オンボロボロロですよ。普通、そんなもん歌詞にしない。えまず、ボロボロっていうことを表現するにもっと詩的なものを持ってくるのに、オンボロロ、オンボロボロロ。それを北原未霊に歌えと。 北原美玲はもっとかっこいい歌を歌いたい歌手だと。それが、えおんぼろぼろろって私歌わなきゃいけない。いやー、かっこ悪いなー。でもやはり音楽家のすごいところです、ヒットメーカーは。もう北原美玲が半ば捨て鉢で歌ったの。その捨て鉢な歌い方が見事にマッチして、このおんぼろろがもう心にもう聴いてる人の心に突き刺さって大ヒットするんです。 これはだから歌詞にはね、それが分かんなかったりする場合あの、水田に清子さんの365本のマーチもね、それはもうなんか運動会みたいなの。えー、幸せはあるいってこないって、こんな歌恥ずかしくて、私は演歌を歌いたい。えー、そう思っていたのが、いやいや歌ったのが、大ヒットになるわけでしょ、えー、そういうことがあるんですね。えー、で、これは、この歌詞をね、中西麗さんがどうして書こうかと思ったかというと、 まあ、そこそこヒットをたくさん出して、ちょっと行き詰まった時に、自分の兄弟が、お兄さんだったかな、やってきて、俺のあの、嫌な思い出をちょっと歌にしたらいいんじゃねえかっていう。そのお兄さんが、この、二診料や、なんか手を出して、借金まみれになって、みんなに迷惑をかけたっていう思い出があった。あ、じゃあ、これを歌にしてみようと。嫌な思い出を歌にした。 それをちょっと、えー、いろいろともっと違うシチュエーションにこう変えてっていう。えー、で、大ヒットしたことによって、その、お兄さんのおかげで、えー、背負った借金案なんかもみんなね、もう、何百倍、何千倍分になってこう変ってきたって話なんですけど。えー、北原未来、しっかり、バンカ。それから、狂気のエンターテイメント、絵画。 これはもう誰もが一度はご覧になったことがあるとは思いますけどマネの草上の昼食、えー、草の上の昼食、えー、貴族の男がピクニックをしてるんです人ね、えー、でそこに裸の女がういるで後ろの、えー、川のようなところでもって、まあ、女の人がこうちょっと水浴びみたいなことをしているという、えー、のどかな絵なんですねでこれを私も えー、展覧会やなんかがね、こうあった時に、えー、あの、見に行くと、おばちゃんたちが綺麗な絵ねーとかね、素敵ねーなんて言ってる。そうではないのです。こんな狂気な絵はない。というのはこれは印象派の絵なんですけども、えー、この印象派よりも前の時代、女性の裸体というのは、あの、神話なんですね。えー、神話でしか女の裸ってのは書かなかった。 それを現実に生きている女性の裸を初めて描いたのが、この草上の昼食、草の上の昼食なんです。だから当時はこんなハレンチな絵はないという大バッシングを受けたという絵なんですね。で、もう一つあるのが、貴族がこうやって遊んでるのではないかという一つのね、皮肉みたいな。 自分たちは服を着て、女性が裸で、そこでもっとお酒飲んでご飯食べてね、というようなね。だから、相当センセーショナルな絵なんですね。でもこの絵に影響を受けた、ピカソまでもが同じシチュエーションでこの絵を描いてますね。それから、モネも描いてます。これで女性の裸というのは絵にするとこんなに美しいんだと。それが世間に広まって、 ルノワールがその代表ですねル、えー、ルノワールが、えー、女性の,このラフ像っていうのをたくさん、えー、描くようになった <laughs>、えー、でこれはちょっとずれる話なんですけども私が昔若い頃日曜美術館っていうあの番組に呼ばれた時にいろいろと自分で調べてルノワールがテーマだったんでそれで導き出したというか面白いなと思ったのはこの「オーギュスト・ルノワール」という印象の絵画で息子がジャン・ルノワールというフランスのフレンチカンカンなんて映画を作ったね、えー、巨匠なんですけどもう 親子でありながら作風が全然違うんですよ。えっ、ー、と、これは落語のね、新章、場蕉っていう親子がそうな、新章がもう本当に超人ですね、昭和を代表する。そうすると場蕉師匠は息子だから、お父っつぁんから離れよう離れようとこう芸をやってった。それが晩年亡くなるもう1、2年の頃は、これだけ離れようとしてた芭蕉師匠が気がつくと新章になってるんですよ。同じような芸風になっていくっていうね。 ね、あの、やっぱりこの血のつながりはすごいなと思った。それと同じだってことに、このルノワール親子で私は気がついたんですね。えー、あの、大いなる幻影それから、どん底、えー、合力のどん底、ですから、獣人、獣の人、そういう映画をね、やっぱ父親が、 の弟は何だろうあの、オーギスト・ルノワルだろう女の裸で絵描いてるやつだろう綺麗いなって言われると、いや、ちら俺もっと荒々しい男っぽい映画を作ろうって、こうやってやってる父親から離れよう離れようとしてったのが、だんだん年取ってくとね、知らないうちに父親っぽくなってくるピクニックなんて作品。もう印象派の絵画を見てるようなね、女性がブランコこうやって、えー、乗ってるところが、パーっと光の加減が、印象派の絵画そのもの。それで晩年、亡くなる2本前の作品が、 これが傑作中の傑作。えー、もう画像も美しいし、女性の、ね、裸も出てくるんだけど、それが一つのテーマになってたりね、フリーセックスがテーマになってるんですけども、もう印象派の絵そのものの喜劇なんです。えー、でそのタイトルがなんと、草の上の昼食。えー、ここで真似と繋がってしまうという、これも一つの狂気だなと。えー、ですから、えー、この絵は、あ 近代美術館だとか上野のね美術館に行ってあの展示されてるのを見た時に「はあこれはすごい狂気な絵だな綺麗だな」なんていうのんきに見てる絵ではないということを一つ覚えておいてください。そういうわけで主く一段落スペシャル今日は狂気のエンターテインメントシリーズでございました。